ある男と女が車の事故を起こした。双方の車は完全に大破していたものの、二人は無傷だった。すると女が、わあ、男の人だったのね、なんて素敵。ねえ、車を見て。もう車はダメみたいだけど、私たちは幸運にも怪我はないみたい。きっと神様が私たちを巡り合わせてくれたのよ。今後も会って二人で残りの人生を楽しみなさいって、そういうことなのよ。すると男は喜び、ははは、そうだとも、全くその通りだ。女は自分の車の助手席付近から何かを取り出しながら男にこう言った。ねえ、もう一つ奇跡が起きてるの。私の車はもうめちゃくちゃなんだけど、このワインは平気みたい。これってあれじゃない？神様がお祝いをしなさいってことなのよ。女はワインを男に手渡すと、男はうなずき、キャップを開けて半分飲み干し女に返した。すると女はワインを受け取ると、すぐにキャップを閉めて男に再度渡した。ん？どうした？君は飲まないのか？うん、おまわりさんもうすぐ来るわよ。これは分かった人も多いじゃろう。この女性は男性にワインを飲ませて飲酒運転によって起こった事故にしようとしたのじゃ。これにより男性が圧倒的に不利になるばかりか、懲罰刑。女性は男性にワインを飲ませて